はい、どうも皆さんこんにちは。で今回ですね、ついに超逃走中のまあ一通り終わったので、今回ね、まあハードモードっていうのかわかんないけど、そちらをやっていきたいと思います。でその前にあのアイテムショップで、あ、まあだけど結構あるか。でね、やっぱりね、こういう透明がやっぱ一番強いね。だからこれね、これあブラックホール、やば、これ普通はないよね。普通は多分こういうのいいよね。今度使ってみようかな。まあいいや、それは置いといて、結構逃走中長いから早く始めたいね。まあこれ買っとくか。まあ3つぐらいで、うん、OKOKOK。 じゃあね、まあ服装は正直どうでもよくて、じゃあワールドマップで、まあ前回はまあハンターフィギュア全部コンプリートして、で今回ですね、まあテーマパークかな、違うよね、あファンタジーだよね、ファンタジーからやろう。で、ハードモードの、多分一番難しいのがナイトメアで、その次にハイパーハンター。で、今回ちょっとノーレーダーやっていこうかな。まあ、多分ノーレーダーは、まあ、ノーレーダー、ただ単にノーレーダーだよね。ステルスハンター登場。レーダーに映らないハンターを相手に、番組さながらのスリルを味わえ。あ、オッケーオッケー。あ、自主ボックスもないっていうことか。じゃあ全部、クリアしないといけないってことか。ハンターフィギュアなし、賞金も2倍。プレッシャー 200%。まあ、それは、まあ、ノーレーダーっていうのもあるけど。そうだね。じゃあ、やるか。早速。え、このプレッシャー 200% って、プレッシャーだけで、その、ハンターが強くなるわけではないよね。多分だけど。あ、でも、チームメイトは見れる感じかな？なんか、っぽいね。じゃあ、ちょっとミッションを、あ、なんか、いつかやりたいのが、これって、開けないといけないんですよ。そうやって、この拡大をね、そのエリアを。ここだけで逃げ切るっていうのも面白いな。まあ、それは、まあ、いつかできたらやりたいな。オッケーオッケー。そうか、ハンターね、見えないからな。え、だけど、あれ、わかるかな？なんか、マークされたら、出るのかな？それは。まあ、それは、オッケーオッケー。まあ、まずミッションやろう。まあ、いつかわかることだから。オッケー、じゃあまあ、言うてファンタジーは正直ね、まあ、そんな難しくはないかな。ミッションぐらいかな。ああ、取れるよね。なんかほぼ誰もやってないけど、まあ、さ、入れるんだ、早く。おお、なんか遅かったな。オッケー、まあこれはスキップして。ナイス。オッケー。じゃあもう早速、行くか。まあ、言うてね、ハンターフィギュアないのは楽だよね。かなり。オッケー、じゃあね、もうここにいよう。どうせ次またミッション来るから、多分2分、14分かな。あれ違ったな。おーい、来ました。鍛冶屋か。オッケーオッケーオッケー。まあ、なんかミッションもね、同じだからな。だけど、ハンターは一人だから、全然楽だね。まだ。けど、後々やばいことになりそうだけど。オッケー。まあ、巻きね。オッケーは、ここら辺は正直わかる。で、あとはね、あれかな。逃走者って8人だけだっけ？なんか、もっと多かった気がするけど。あ、そうじゃん。ここに自主ボックスあったけどないね。いや、いいね。まあ、確かに面白いかもしれない。さあ、これを持っていこう。OK？ まあ、一応これは持ってきて。まあ、これで一応エリアは広くできるからね。逃げる場所はね、たくさんあった方が全然いいよね。まあ、もう少しでハンターが、まあ、上ら辺というか、これ多分地下かな。まあ、これで2人か。で、ここにも1人いるから3人。あ、2はならないんだ。あれ？ 2 人かまだ。まあ念のためお金は欲しいから普通にボーナスとか取っとくか。まあ、ここで待とう。おお、来た来た。いいね。これね、結構長いよね。まずは水のせいに話を聞いて、わかりました。いや、なんかまたミッションか。オッケー、じゃあ行こう。てか、ハンターフィギュアないのかな。ほんと新鮮。だけど、こうやってたくさん早くこうやってミッションこなしても、結局最後残っちゃうんだよね。多分5分とか6分ぐらい。だから、そこを、いかにどうやって逃げ切るかだよね。あ、だけどハンター見えるんだ、こうやって。あ、なんだなんだなんだ。よかったよかった。ほんと全く見えないで、なんか、捕まるんじゃないかって思った。なら大丈夫かな。お、よかった。コイン持ってた。危ないな。なんかハンターがね、近そうなんだよね。横左にいるんじゃない？あ、バレてないな、なんか。大丈夫か。OK、まあ、まずは釣り竿で井戸を直すか。OK、回っていきましょう。よし。まあ、ここまでは持ってこれた。まあ、ミッションクリアだね。ナイス。ハンターは3人。
で、もう一つのミッションがどこだったかな。おお、来た。これか、賞金ボーナス。あー、そうだ、そこか。そこまで行かないといけないのか。まあ正直ここまでは全然いいんだけど、こっからが問題だと思うんだよね。本当にやっぱハンター見えないから、あ、やっぱいるね。ここなんだよね。ここ一応一人いるから気をつけないといけない。まあ一回ここ一周して、あ、いるんだよな。 だけど多分これいけるな。危ない。あ、だけどこれで分かった、あれか。じゃあ一応チェックはされるんだ。よかった。なら大丈夫。なら大丈夫なんだけど。やっほー！え？なんで？え？なんでワープした今？どういうこと？え、どう見ても今ワープしたよね。まあ、いや、一応大丈夫なんだけど。え、今のは何？今のは何ですか？え、やばいか、やばいよね、今の。え、どういうこと？まあ、敵はそこか。うわ、危ないな。よし、オッケー。材料ね。よし、まず一つ目。で、二つ目。で、多分これで三つ目かな？オッケー。よし、一応ね、ここまではなんか普通にハンターも見当たらなかったからよかったな。で、まあまた戻るのか。うわ、あそこ正直あんま好きじゃないんだよね。逃げづらいし、見つかりやすい、普通に。よし、ここまで来れた。いや、え、なんかハンターいなかったんだけど。多分ね、わかんないけど。ワンチャン隠れてるかもしれないから。オッケー。じゃあ、だからこう。まあ30万はかなりでかいね。で、あとは多分もう一個ミッションあったっけ。プレイヤーが確保された。おお、危ない。やっぱ緊張するな。やばい。いや、落ち着いた方がいいな。てかさ、もう多分もうミッションないな。僕あんま数えてなかったけど。え、どう、ここなんかここら辺で隠れときたいっていうのはあるんだけど。うん、終わったね。一応じゃあここでボーナスもらっとくか。OK。だってここだけでも30万か。かなりでかいよね。いや、多分これはあとは。あー、やばいね。ハンターいるな。あ、危ない。あ、危ない。僕間違えてさ、これ使っちゃったね。よし。オッケー。ちょっとここ危ないな。ちょっと違うところ行きます。いやー、これクリアできるか？まだ2分あるんだよね。いや、めっちゃ怖いな。ほんとに。なんで最後らへんになるとこんなに怖くなるんだ？やばい。敵がいるな。うわー、絶対勝ちたいよ、これ。危ない！うお、もう、て、あの、逃走者か。間違えてびっくりしてさ、おっしゃったじゃん。いやー、怖すぎてやばい。手汗が。まあ、ジェットコースターのような人生だよな、本当にこれは。いやー、どうしよう、これは。ハンターはいるね、あそこに。いや、だけど、そう思うとやっぱ、透明一番強いな。うわ、あと僕だけか。やばいな。あと1分だよ。これいけるか？いやー、いけるか、これ。一応10秒は多分いける。さあどうだ？あとは30秒。うわ、めっちゃ怖い。あと20秒。ちょ、これ取っとくか。オッケー、危ないな。全然取れなかった今。あ、まあ、これはいったんじゃないかな。これはいったよ。やっほー！いいね。いやー、逃走で成功。よっしゃ。オッケー。いや、めっちゃもらったな。300万ぐらい？約300万か。ナイス。よっしゃー。
めっちゃかっこいいね、これ。確か戦闘中こんな演出なかった気がするけど。いや、だけどよかったよかった。まあ、てことで、一応今回ですね、ファンタジーっていうステージかな。これの、まあ、ノーレーダー、一応クリアはできたね。いや、よかったよかった。で、まあ、次回はこういうところじゃなくて、普通にまず、全ステージノーレーダーで、ちょっと挑戦していこうかなって思ってます。正直言うと、ハイパーハンターとナイトメアは、いやー、僕正直無理だと思ってるんですよね。きついと思う、本当に。まあ、やってみるけど、クリアできるかな？まあ、そこが心配かな。まあ、ってことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったらぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイバイ。